今出せている、出しているつもりになっている声が本当に正しい地声なのかどうかっていうところ、例えばオクターブ差ね、一緒にやってみましょうか。この番組はさあ、映ってるかな？はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスのお兄さん、マホでございます。今年もよろしくお願いします。年を、越してしまいましたね。2024年でございますけれども、今日はですね、まあ、そんな2024年にちなんだ、動画というかを出していきたいなと思っておりまして、2024年今すぐ始めた方がいいボイトレ、今日は5選という感じでやっていきたいと思います。まあ、また1年が始まりましたけれども、この2024年がね、終わる頃に後悔したくないじゃないですか。なんか不完全燃焼なこととかあると年末後悔しません？なんか、あ、もっとこうしとけばよかったな、みたいな。まあそれってちょっとだけね、悲しい気分にもなるかなって思うので、今年は素晴らしい歌ライフだったなって年末に皆さんが思えるような、練習方法たちをですね、今日は皆さんにご紹介できればなと思っております。で、もちろんですね、その高い声出したいとか、いわゆるミックスボイスとか、出したいですねっていう方はもちろんですけど、僕の専門とするような特殊な発声ですね、ホイッスルボイスとか、デスボイスとか、そのあたりの発声にも非常に役に立つ。結局声は声なんで、全部の土台、基礎的な部分はもう同じになりますので、もう全部にね、間違いなく有効だと言える練習を今日ご紹介しますので、お役に立てるかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。こんな感じで、このチャンネルでは日々発声関係の話、ボイトレ関係の話、いたしておりますので、まだチャンネル登録を済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。じゃあ、いっちゃうぜ！さあ、ということで、今日は5選ということなんですけれども、別にこれやっぱ僕ね、何々線とかいう動画ね、今までも何本も上げてるんですけど、何々線ってたまたま何々線になってるだけだからね。別に5個だけじゃないからね。めちゃくちゃ腐るほどあるんですけれども、大事な練習ってね。なんですけど、まあ、切りよく5選という感じで。まあ、この辺の練習は間違いないよっていう、結構基礎的なところも含めた、今日は練習のオプションになります。なのでね、まあ今まですでに動画で語ったような内容っていうのも、まあ、いくつか出てくるかとは思いますが、まあまた改めてそれを復習という意味でも、ご覧いただきたいし、で、もちろん新しく、ご紹介する練習とかも出てまいりますんで、ぜひ参考にしてください。じゃあ、それこそまず基礎的なところから行ってまいりましょう。まず一つ目は、地声の練習ですね。もうこれ、2000万回くらい言ったでしょ、僕多分動画で。1000万回ぐらい、地声がね、大事なの。地声が本当に大事。だって地声だもん。自分が一番出してる声なんだから、一番それは大事でしょ。一番基礎の幹の部分でしょっていうところなんですよ。まず結論、どういう声を出したらいいのかというと、息漏れが少なくて楽で、楽な割に音量が出ている、稼げている、つまり鳴っている声っていうのを、基準に出せるようになる必要があります。でさ、皆さん、地声が強いっていう状態を勘違いしてる人がマジで多いのと、あと、地声は別に出せてるって思ってる人、マジで多くて、出せてないんですよ。マジで。これマジで。俺地声出せるしって思ってる人が今、画面の前の人、俺私地声出せますけどって思ってる人多いと思うんですが、それはね、地声、確かに地声かもしれないんですが、歌声ではない可能性が、85% ぐらいあるかなって僕の中では今予測としてあります。今出せている、出しているつもりになっている声が本当に正しい地声なのかどうかっていうところ、ちょっと今一度疑ってみてほしいなって思ってます。地声って別に、みたいな太い声のことを地声が強いとか、いい地声っていうわけじゃ全くないので、まずこういう認識だった人は、今すぐこの2024年始まりの段階からそこのマインドをまず切り替えてください。地声が強い状態っていうのはさっき申し上げた、しっかりと鳴っている状態のことを指していると思ってください。練習方法はですね、非常にシンプルです。まあいろんな方法があるし、全部のタスクをこなしていく必要があるんですけど、まあとりあえず音色だとか感覚だとかを覚えるのが先決です。正しい状態が分かってないのにやる練習は、無駄なことがほとんどなので、いい状態っていうのをまずは、覚えていってほしいです。男性でしたら G の3番から、まあ、そうですね。個人的なおすすめは、E の3番とか。まあ、D まで行くとちょっとやりすぎかもしれないけど、D ぐらいまで行ってもいいかな、ぐらいの感じなので、個人個人の好みに合わせてやってみてください。女性の場合でしたら、まあ、大体の場合は B か C ぐらいがいいと思います。人によっては、まあ、D とか A とかがいい場合もありますので、これもちょっと個人差に合わせてチョイスしてほしいです。やり方は本当に至ってシンプル。こんな感じで、あの母音で、さっきね、男女別で紹介しましたけれども、ピッチに合わせた、あという発音の、このある程度のロングトーンの声を安定して、さっき言いました、鳴っていて、息漏れが少なくて楽な状態で出すという練習をやってみてください。まあ、NG 例で言うと、
例えば僕今 G の3でやったんですけど、G の3だとちょっと息っぽくなっちゃうとか、重くなっちゃうとかね、なんか変にかすれるなとか、なんか揺れるなとか、まあそういったなんかしらのエラーが起きた場合はちょっと音程を下げていくといいかもしれない。E3 だったらうまくいくぜとか、まあそういう場合があるかもしれません。その場合はそこまで無理せず下げてあげて、まずはいい状態、楽な状態、自分にとって楽な状態ってどういうことかっていうのをしっかりとここで見定めてみてほしいなと思います。で、慣れてきたら上げていく。無理せず半音ずつ上げていくぐらいのイメージでいいんじゃないかなって感じ。もちろん女性の場合も同じです。B が、あーが高いなと思ったら、あーでやってみて。ね。まあそういった流れでやっていただければなと思います。で、まあ繰り返しになっちゃうんですけど、地声がまずできてないと、ぶっちゃけ何にもできないです。これはもう断言します。何にもできないので、もう土台の土台、超土台となるこの部分めちゃくちゃ大事なので、まず1個目に持ってきましたけど、もうマジね、これを覚えるだけで、音域爆伸び、あの、スクリーム、歪み、ガン乗り、もうこの辺、まあ、約束 100% できますよとはちょっと言えないですけど、あの、結構可能性濃厚になるので、ほんとバカにせずに、ぜひ騙されたと思ってやってみてください、今年ね。はい、じゃあ二つ目なんですけど、まあ、地声ときたら、それは裏声、これきますよね。ファルセットの練習も、ぜひ、頑張って取り組んでほしいです。ファルセットを練習することによって、まあ、すごくね、簡単に分かりやすいように説明しますけど、砕けた感じで。すごい簡単に言うと、喉の正しいフォームを身につけることがしやすいです。あとは、まぁちょっとなんかスピリチュアルな感じになっちゃうんだけど、脳みその働かせ方、歌に対する脳みその、あの、働かせ方っていうのが上手くなります。これはできるようになったらわかるんだけど、あとはね、シンプルに音程のコントロールが良くなります。まぁだから総じてコントロールが良くなるっていうのかな。より柔らかくなるというか、可動域が広がるっていうか、まぁそんなイメージになります。まぁ実際裏声の練習をしてあげると、声帯を引き伸ばす筋肉が鍛えられるので、まぁほんとなんか、なんだろう。文字通りっていうか、柔軟性が鍛えられるっていうかね。まあ、そんなイメージになります。で、まず目指していきたい声の感じで言うと、まあ、これね、これも、まあ、過去の動画で語ったことあるんですけど、どこにも当たってない感じの、まあ、とにかくエッジの少ない声というか、を、柔らかい声を目指してあげるということ。で、それに伴って、息漏れが多い声ですね、を目指してあげてください。どこにも当たってないということは抵抗がないわけなので、息は必然と流れるじゃないですか。だから息が持ったらおかしいですよって、まあ、そういう話ですね。まあ、他にもあるけど、大体この辺を気にしてもらうといいと思います。音程的にはね、これそんなにこだわらなくていいかなって個人的には思いますけど、まあ、男性も女性も大体この G とか、まあ、G、A とか、この辺がいいんじゃないですか。男性だったらまあ、F とか E とか D とかまで下げてもいいかもしれないですね。女性だったら C とかまで上げてもいいかもしれないです。まあ、G から割とレンジ広めでどこでもいいですよぐらいの感じ。さっき、言った事項が守れるとこだったら、またどこでもいいかなと思います。はー。これが、G の4番。はー。こんな感じです。全然どこにも当たってる感じしなくないですか？なんか息漏れ多そうでしょ？もうこれ以上全然息持たないですよ。この声はもう全然持たない。もうツルツルただ息が出ちゃってるような、そんなイメージになります。はーってね。こう優しい感じっていうか、まあこれちょっと極端なんですけど、まあこういった状態を目指してあげてください。まあ NG 例としては、あーってこうなんかちょっとこうチリチリしちゃったりとか、ちっちゃかったりとか変にちっちゃかったりとかね、する。これでも当たっちゃってるし、息が吐けてないのでダメだし、あとはね、あとは、はーって、こう無理っくり息吐いてるみたいな。これ確かに息持たないかもしれないけど、持たせなくしに行ってるだけだから、またちょっとニュアンスが違います。たまたま結果的に息が持たなかったっていうのが大事。あとは、はーってこう、ちょっとなんだろう、芯が出ちゃってるみたいな。これもね、あんまり良くないですね。あの、当たっちゃってるんでね。で、結果これ息も結構持っちゃうと思うので、これもさっきの条件に当てはまらないので、ダメですって感じです。発音も別に何でもいいんですけど、まあ、基本的に H、は行がおすすめです。H がつくことによって、その、喉をね、開ける感じというか、の助けになってくれる場合が多いので、まあ、は行を採用してあげるといいんじゃないかなと思います。この辺も、自分がやりやすいものを見つけてあげてください。まあ、この辺もね、あの別にこだわりがあるわけではないので、さっき言った事項が守れるな、守りやすいな自分はこの発音があってもものを見つけてもらうといいと思うし、あの、楽しいと思いますね。ぜひやってみてください。はい。で、じゃあ、この裏声と地声ができました。あるいは、裏声だけできましたぐらいの、感じでもいいんですけれども、上手くなってきたな、慣れてきたなと思ったら、地声と裏声をつなげる練習をやってみてください。これ、よく言うよね。昔からよく言うんですけど、地声と裏声がつながってる状態、一本化されてる状態っていうのは、まあ結局ね、昔から言われてることって正しいことも多くて、まあ大事なんですよ。やった方がいいです。で、地声から裏声につなげる場合と、裏声から地声につなげる場合がありますが、一旦後者、裏声から地声につなげるっていう方だけやっていただければいいかなと思います。手始めにね。
なんでかって言ってね、字、裏はね、ちょっと難しいんですよ。裏字の方が、取り組みやすいので、一旦こっちで、この、字声と裏声って繋がるんだなっていうところと、一旦お友達になって、もらうっていうところだけでいいかなと思います。まあもちろんできる人は逆もできたかもしれないんだけどさ、一旦そっちでいいですよって話ですね。で、さっきの完璧な状態の裏声ができましたってなったら、はぁ、みたいな。例えば、オクターブ差ね。一緒にやってみましょうか。どうぞ。うん。ごめんなさい。どうぞ。うん。で、最後この辺までいけると嬉しいかな。A シャープ。みたいな感じの練習とか結構おすすめですね。まあ NG 例としてはまあ当たり前なんですけど、はぁーがいいんですけど、はぁーみたいな、はぁーみたいな感じで、はぁーみたいな感じで急にグッって顔変わるようなのは良くないですね。わかりやすいけれど。とか、あとはなんか、はぁーみたいな感じでこう一瞬フェードアウトさせたり、こう出力を弱めたりとかして、ちょっとごまかして繋げたりするような感じ。これもですね、まあ練習段階としては悪くないこともあるんですけど、これを完成形としては絶対にしないでください。出力が一定で、あるいはもうなんならよりこう地声にするにつれて強く、していけるぐらいのイメージでできている状態っていうのが好ましいので、この辺はちょっと気をつけながらトライしてください。これもですね、すごく喉の可動域が増すのでね。あとまあなんかその日の調子とかもね、結構測ったりしやすいかなって個人的には思うので、ぜひ練習に取り入れてみてほしいなと思います。さあ、そして4つ目なんですけれども、エッジを取る練習ですね。エッジを取る練習。まあ、さっきの裏声の話とかとも似てるんですけど、まあ、言い換えるとなんか、まあ、どこにも当てない練習というか、しっかりと喉を開く練習というか、まあ、そういうイメージ。皆さんね、喉を締めるっていうことと、声帯を締めるっていうことを勘違いするっていうか、一緒に考えてる人が非常に多くて、声帯っていうのは喉の中の組織の一つで。わかりますか？喉っていうのは喉という、その、国なんですよ。喉という国、喉国があって、喉国の中の生態圏があるわけ。うん、日本の中の、なんか山口県みたいな感じで、日本という中の山口県でしょ？喉の中の生態だから。だから生態が閉じる、閉まる、生態がまあ閉まる、閉じるって言った方がいいかな。生態が閉じるということと、喉が閉まるということっていうのはもう全く別の話になりますので、そこはちょっと気をつけてほしくて、声帯はしっかりと使っていくけれども、喉は開いているよっていう状態がいいわけです。まあ、これの練習になりますね。で、もっと簡単に言うと、よくある状態としては、すごいこう音をしゃくっちゃう。あーとか、あー、あーと音程に対してこう、なんだろう、だんだん当てに行くみたいなね。こういう癖がついてる人とかは、要チェックというか、要注意というか、これはもう絶対に取った方がいい癖なんで、ちょっと今からやる練習頑張ってみてほしいんですけど、まあこれは男性に多いですね。もうしゃくりって滞在なんで。意図せぬしゃくりは滞在ってことね。しゃくり自体はいい表現だと思うんですけれども、しゃくりしかできないのはちょっとダメなんですよ。もう完全にいい状態が作れてる人がやるしゃくりはもう全然いいんだけど、しゃくりしかできない。基本的に意識しないとしゃくりになっちゃうって人は、これ良くないですね。透明な水にインクを入れたら、そのインクの色に染めることができるけど、もうすでに染まってる色っていうのは取り除けないじゃないですか。それと同じで、プレーンな状態ができてる上でのしゃくりは OK なんだけど、その逆はダメですよっていう、そういう話です。今からやるのは、音に合わせ。だから、音を短く切って、さっきまではね、こうロングトーンだったりしたけれども、今度は音を短く切って、単音単音ね、音符一つ一つで、音を取っていくっていう感じです。しゃくらずに、一発でその音に当てる、瞬発的に当てるっていう練習をしてほしいんですよね。そうすると、エッジーな感じっていうか、引っかかっちゃう感じだったり、しゃくっちゃう感じっていうのを、改善していくことに繋がりることもありますっていう感じです。で、使う声っていうのは、なるだけ、序盤で、紹介させてもらったような、完璧な地声か完璧な裏声か、これはどっちも、いい練習になるので、両方やってほしいし、まあ、どっちかでもいいけどさ、両方やってほしいんですけれども、まあ、発音なんでもいいんですが、はとか、ファとか、ちょっとエアリーにしやすい発音がいいかもしれないですね。あ、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 こんな感じ。あ、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 こんな感じ。あ、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 
ちょっとブレたかな。まあ、こんな要領で、一発一発で、なんか、は、は、はってやらないで、は、は、は、こう一発、ドン、ドン、ドンって当てるような動きっていうのをやってみてほしいんですよ。裏声も一緒で、こういうのね。こういう要領で、こういう要領で一発一発の音をしっかりその音に当てていく。まあ、こういった練習をちょっとやってみてほしいんですよね。じゃあちょっと地声から、なんか適当に高いところまでやるので、できそうなところから、あるいはできるところから合流してみてください。はっ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 は。しんどかったらファルセットでも全然いいと思いますよ。まあ、女性の場合でしたら、最後のところまで行った人も多いかもしれないですね。これね、結構早くやったんで、もうちょっと、ね、全然ゆっくりでもいいです。いいんで、YouTube って便利で、再生速度こう、ちょっとね、ゆっくりにしたりできるじゃないですか。まあ、それで、うまくやってください。ファルセットだったらね、これもなんか音程こだわらずにできるところぐらいから合流してみてほしいんですけど、めっちゃいいかななんて思ってます一旦ね。これがファルセットですけど、これもできるところからやってもらうぐらいの感じでこだわらずに、やってみてください。ただ絶対にどこにも当てない感じだとか、こうキンキンさせないような感じ、綺麗に出すっていうことは重きを置いてトライしてみてください。まあこれ短く切ってるから、尺ろうともできないとあんまり思うので、いい練習になるかなと思います。ぜひ気楽にトライしてみてください。さあ、じゃあこれで最後、次なんですけども、まあ最後にね、これあえて持ってきたんですけど、これ今までの動作が難しゅうてできませんという方もいらっしゃると思います。そういう人はですね、てかまあそういう人多いと思いますが、そういう人ってまずは息が吸えてないんですよ。すごいなんかうさんくさいんですけど、ブレスに問題があることがほとんどなので、ブレスの練習をしてほしいんですね。とはいえ、ブレスの練習はもう全人類やった方がよくて、もうブレスの練習っていうのはもう親孝行ぐらい大事なんで、もうそこの優先と一緒なんで、もうそれぐらい大事だと思っていただきたいんですけれども、じゃあどうやるのかっていうと、これはもうね、シンプルにね、深呼吸でいいです。深呼吸。まあ鼻呼吸でも口呼吸でも、この辺はやりやすい方でやってください。息をいっぱい吸える方でやってみてください。あんまりこれはね、ブレスっていうのも考えすぎると色々沼なことが多いので、とりあえずこの一方通行である YouTube なので、とりあえずはいっぱい吸って、シンプルに考えてください。だからいっぱい吸える方を選択してください。まあ口でやるんだったら、深呼吸ね。まあなんか身振り手振りしてもいいです。で、いっぱい吸って、吸った分吐いて、鼻でやるんだったらいっぱい吸って、同じだけ吐いて、心を落ち着かせて、深呼吸ですから、ゆっくりとトライしてみてほしいんですけど、こうするとさ、まあ、シンプルですけど、いっぱい息吸えません？いっぱい息吸えた結果、結構こうなんか体まで息入ってきません？なんかこの喉とか胸とかでグッグッって詰まった感じじゃなくて、結構こう、なんか優雅だぜみたいな、余裕だぜみたいな感じで結構息吸えませんか？これぐらい歌の時は息吸ってほしいんですよ。いや、歌歌ってる時にそんな悠長に息吸ってられるかいっていうね、お声もたくさん、ご指摘もあると思うんですけれども、そうですよ。吸えません。こんな優雅には吸えません。だから早口の曲って難しいんですよ。早口の曲って難しくない？なんかだんだんこうギャーってこう詰まってくる感じっていうかさ、わかります？あれは息が吸えてないからそうなるわけで、だから最初はゆっくりな曲で練習したりとか、無理して自分のレベルに合っていない曲をむやみやたらには練習しない方がいいんです。もちろんそういうトライも大事なんですけど、一旦このブレスが
今言われてね、あ、ブレス俺ちょっとあんまできてないかもしれないと思った方は、ぜひちょっとこれを機に、カラオケのさ、ちょっと一部でいいから、ちょっとこう、ゆったり、すっごいゆったりの、いっぱい息吸って、いっぱい息吐くことに注力ができる曲を選択してみて、歌ってみたりとかしてもらうと、あ、ちょっと、なんか楽かも、みたいな。さっきね、冒頭に紹介した練習が、できるようになるヒントっていうのにも全然なるかもしれないから、ぜひね、この、いっぱい吸うっていう。シンプルイズベストだと思って、で、その時にこう、体までしっかり息が入ってきてる。ぐーってこう、ぐーって息が入ってきてることを、ちょっと確認しながら、ちょっと練習してみる、声出してみるっていうことを、ちょっと今年は意識する人がいてもいいんじゃないかなと僕は思います。さあ、こんな感じで、2024年始めた方がいい練習5選っていう感じで発表してまいりましたけれども、まあね、冒頭にも言いましたけど、まあ練習いろいろありますわ。いろいろあるけど、まあなんか、やっときゃ間違いねえよっていう、とりあえず5個を出した感じなんで、別に2024年にこれなぞらえなくていい動画なんですけど、まあ永久保存版として見てくださいよ。はい。間違いなくいい練習です。保証します。すごい上手くなります。シンプルに。めちゃくちゃ上手くなるよ。めちゃくちゃ上手くなるから、そんな感じで2024年皆さんの気合が入れられたら嬉しいなと僕は思っております。今日の動画参考になりましたら、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、デスノお兄様恩返しお送りいたしました。バイバイ。